朝のね、5時の会に出ていらっしゃる方は起きていらっしゃると信じておりますが、おはようございます。今朝の6時ですね。毎週日曜朝6時配信の、ちった手帳考案者青木千草のインスタライブです。どうもです。おはよう、ヤッホーなっちゃん。はい、おはようございます。ありがとうございます。今日はね、ちょっと喋りたいことを決めておりまして、はい、本日も予定がぎっしりでございまして、この後インスタライブ終わった後すぐにクラブハウスに行かないとあぐちゃんを心配させるので、今日はサクッと終わりたいと思いますが、おはようございます。あゆみちゃん、おはよう。あゆみちゃん、おはよう。はい、こちらこそありがとうございました。瞑想会メンバーがちょっと多いかもしれませんね、この時間ね。起きていらっしゃる方多いと思うんですけど、もちろん初めての方もね、ぜひぜひこのちった手帳を使ってる、うまく使いこなさない、どうしたらなんだろう、うまく使えるようになるのかなとか、その考案者のちぐささんがどういう思考をしているのかなっていうのを知りたい人は、ぜひぜひインスタライブ、見てほしいなと思います。今日はめっちゃいい日ってなっちゃう。ありがとう。はい、今日のテーマは決めておりますよ。今日のテーマいきます。なぜやると決めた人は、最強に強いのかっていう話ですね。やると覚悟を決めた人が強い理由ですね。で、決めるっていうことがすごく大事っていうのは、まあまあいつも言っている話なんですけど、例えば瞑想会朝5時からですよね。で、5時から5時半の30分間、今まで普段朝6時とか7時に起きてた人が朝の5時に瞑想会に参加するって決めてやるって、結構な覚悟と勇気だと思うんですよ。コミットしないといけませんよね。で、やるって決めたら実は起きれるようになる、やれるようになったっていうコメントがあったんですけど、で、続けられるかな、起きれるかなとか不安がある時っていうのは、まだやるって決めてないんですね。わかります？はい。どうしよう、私起きれるかしらとか、こう、でも瞑想会興味あるけど朝5時起きれるかな、どうか、そんな、でも1万円も払ってさ参加できなかったらとか、こうやってる時あるじゃん。こう右と左、右と左に行けるのかな、行けないのかな、行けるのかな、行けないのかな。で、これをやってる時っていうのは、まだ決めてないですね。はい、そうでしょ。あけみちゃん起きられるか不安でしたと、こう右左に自分の心がまだ右往左往している時っていうのは、まだ覚悟が決まってないです。まだ自分でコミットできてない。でも、いや私絶対起きるしとか、絶対監禁するし、もう絶対ちぐささんの瞑想会出るしって決めた人っていうのは、4時前に起きてるんじゃないかな。違います？4時前に起きてる人が多いんじゃないかと思う。起きるって決めたら起きれるんですよ。じゃあ何時に寝てるかって言ったら、その瞑想会に出るって決めた人は絶対夜の9時10時までには寝てると思います。そうでしょ。だって寝ないと起きれないもん。寝ないと起きれないもん。多分後ろの時間をちゃんと決めて、もう私は絶対朝の瞑想会に出ますから、夜10時に閉店ガラガラします、家族の皆様起きてらっしゃるかもしれないけど私寝ますって言って寝てると思うのでしょ。ね、とよこちゃんは4時前に起きてます。そうですよね、私も3時半に起きてるけど、わかる。起きるって決めたら起きれるわけですよ。ただ起きれる私、大丈夫とか、せっかく入ったのにお金無駄にしちゃわないとか、こう一人で右左行ってる時は多分無駄にします。すいません。本当です。絶対にやるって決めたらやっぱりできるんですよ。いや、決めてないの。決めてないの、やるって。あ、今ねコメント来てますね。確かに10時に寝てます、9時に寝てますという方多いですね。そう、でも決めてたら寝不足でも起きれるんですよ。今ゆこちゃんが寝不足でも起きれましたってコメントがありましたけど、そうなんですよ、そうなんですよ。そう、もし仮に寝不足だったとしても、私は絶対明日、4時半に起きるとか決めてたら起きれる、起きれます、絶対起きれます。だってさ、仮にさ5時から仕事だったらやるっしょ。5時からお金をもらっていただいて、私は時給をいただいて、その仕事に絶対朝のパートに行かなければならないだったら起きるよね。でしょ。これは自分との約束なわけですよ。朝4時半に起きるっていうのを決めて、5時には例えば出勤するみたいな感覚っていうのは、コミットがすごい強い状態です。決めれないと起きれないわけ。わかります？ちょっとすっごいこれからまたいい話するから、ちょっとだけ待ってね。ちょっとピーピー言ってるから、ちょっと待って。
ただいま。はい、ちょっと今レンジがピピ鳴ってた。そう、そうなの。だから決めたから起きれてるから、自分との約束を本当に守るっていうコミットが必要ですよね。で、私がなんで今日この話をしようかと思ったのは、そう、理由があります。みんながさ、多分5時に起きれない理由って、起きれたらいいな、なんじゃないかな。どうですか？起きれたらいいな、ちぐささんの瞑想会出れたらいいな、起きれたら参加しようみたいな。うん、そうで、そういう時っていうのは多分まだ決意が弱いので、起きれないかもしれないですよね。うん、で、起きることを決めてる人はもう前日からもう起きるって気合を決めてますから、たとえ夜の12時を回っていても昨日の夜遅かったとしても、多分絶対4時半に起きてると思います。決めてるからね。うん、本当にそうなんですよ。で、いいのいいの、睡眠時間が少ないなって自分で自覚している人は、それこそ昼間ね、 OL さんだったらお昼休憩の10分でもいいから、机に突っ伏してもいいから寝てください。10分でもいいから寝て、昼間すごいスッキリします。やってみてください。そう、起きれたらじゃなくて、起きるって決めるって今コメント書いてますね。その通り、ひかちゃん。はい、そうです。タラとかレバだとその状況が永遠に続きますねって今コメントが来ましたけど、その通りです、その通りです。そうで、この話をした理由っていうのが一個あって、私時々だけどクラブハウス聞いてるんですよ。自分が喋ってない時もね、喋ってない時もたまに聞くんだけど、昨日のお昼間になんとですね、シルク・ド・ソレイユの出演者だった、女優さんと、まあ、その海外で活躍している舞台監督等とかの仕事をしている人のインタビュートークがあったんですよ、クラブハウスで。で、シルク・ド・ソレイユって皆さんご存知ですかね。最高峰の、サーカスと言われるものですけど、ラスベガスに、本場の舞台がありますね。私もいつか見に行こうと思ってるの。シルクすごい好きで、毎年日本でやってる時は必ず見に行くんですけど、でシルク・ド・ソレイユの演者になるってやっぱ相当厳しいわけですよ。どういう人が出てると思います？もう身体能力が本当にハイパフォーマンスの人しかやっぱ出れないですね。基本的にやっぱ身体能力はオリンピック選手並みです、皆さん基本ね。うん、そうで、そのなんていうのかな、その辺の方がゴロゴロいるわけ。オリンピックの元選手でしたとか、なんかの大会で優勝してますとか、そういう、常人じゃない人たちの、集団ですよ、シルク・ド・ソレイユ大体ね。で、そのシルク・ド・ソレイユの王っていう作品があるんですけど、そこでちょっとスイマーの役があるんですよ。見た人いるかな、シルク・ド・ソレイユね。そのスイマーの役をどうしても絶対に獲得したくって、元オリンピックのシンクロナイドスイミングの選手だったミサさんって方がいるんですけど、絶対シルクの団員になりたいっていうのを、選手生活終える頃だったのかな、これからどうしようかなっていう時かな、何回かもちろん選手生活だってちっちゃい頃からずっと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 泳ぎ続けてさ、でやっぱり年も二十歳を超えて、選手生活としてこれから続けるのか、さらにどうしたらいいのかっていう時に、ふっとシルク見に行きたいと思ったんだって。ちっちゃい頃から、もちろんそのシルク・ド・ソレイユ好きだったし、本場を見に行こうと思って、ちょっとその今後の自分をどうするかっていうのを悩んだ時に、お母さんちょっと私ラスベガスに行ってきますって言って、3日前に行ってきます、ちょっとラスベガス行ってきますって言って見に行って、やっぱリアルを見た時にもう痺れたんですって。感動した、私の生きる道はここだって思ったらしいんですよ。で、速攻日本に帰って選手生活やめますとで、私がその話すごい感動したのは、私は絶対シルクに入るんだって彼女が決めた後の行動がすごかったんですけど、お母さんにこう言ったんですって、直談判。お母さん、私シルク・ド・ソレイユにどうしても入りたいんです。5年間は私がもしそれで形にならなくても、お金が稼げなくても、どうぞ5年間はフリッターっていうかプータローでいることを許してくださいっつって、5年は待ってくれと。
日本人ですよ。日本人ですよ。すごくないですか。そのトップの選手ですよね。だってオリンピックの代表選手ですよ。はい。で2015年ぐらいの話だったんですけど、で彼女は母に頭を下げてずっと選手としてね、まあ多分ずっと費やしてもらって、お金と時間が、まあ、ご両親には関心もあると思うんですけど、5年私のことを見守ってくれと。そうしたらさ、親としてはさ、いやダメよあなたとか言えないよね。だってちっちゃい頃からずっとプールにいて死ぬほど泳いでた子が頭下げて5年間許してくださいって言うんですよ。 NG を言う母親どこにいますか。それはすごい感動しましたね、私も。うん、5年つって。でも彼女がすごい素晴らしいのが、5年見守ってくれってお母さんに言ったのに、もう翌年にシルクに行くのが決まっちゃったの。すごくね。もうすぐ決まったんだって。辞めて半年後にはもうラスベガスにいましたって言ってた。最短だと思う、最短だと思う。で、いやでも私はラッキーだったんですって言ってたんですけど、私も涙出るぐらい その話は感動したんだけど、たまたま知り合いというか、すでに知っている方が、シルク・ド・ソレイユにすでに先輩としていて、シルク・ド・ソレイユっていうのはこうだよっていうのをちょっと情報を教えてもらってたんですって。情報を。で、それがどういうことかっていうと、シルク・ド・ソレイユでは有名な話なんだそうですけど、オーディションに受かったとしてすぐ出れないわけです。当たり前ですけど、団員に欠員が出ないと出れませんよね。だからオーディションに受かっても、必死の思いで受かってもまだ出れるかどうかわからないの。そういう世界で、どうなるかっていうと、出れるのかな出れないのかなって、こうもやもやわからない時期に、プルルって突然電話かかってくる。すいませんとか言って、今何々の役に欠員が出たんですけど、あなた今すぐ来れますみたいな。 Can you come from now?ジャスナーみたいな感じですよね。っていうとんでも、もうやぶとんでもない、なんかもうやぶから棒に的な電話が突然かかってくるのがシルクだっていうのを聞いてたらしいんですよ。だから私はその出演者としては常にレディーの状態で、いつ呼ばれても出れます今すぐ行きますっていうコメントを返していかないといけない。返しておく用意をしないといけない。だから私は仕事をやってる場合ではないし、いつでもシルクに出れるパフォーマンスを落としちゃいけないから、プールに行く練習もしないといけないし、準備をしておかないとダメなんですね。うん。今すぐ来れますかっていう言い方をされるんだって。まあ、それがまあ、もちろん自分が海外にいる場合があるから、それだったら、もちろんその2、3日後とか1週間後から練習に参加できますかみたいな感じで電話がかかってくるらしいんですけど、だからもうチャンスの神様書いてますよね。前髪しかないっていう。そう。だから、来れますかあなたって言われた時に、ちょっとバイトがあるんで行けませんとか、バカじゃないですか、そんなの。ありえないでしょ。だから、もしアルバイトとかが入っていたとしても、仕事があったとしても、あなた今すぐ来れますか電話の時に、Yes, I can go! って、こう、やっぱり言わないといけないでしょ。だから彼女はそれを聞いていたから、私はシルクのためにちゃんと時間とスペースと自分のコンディションを整えるということを決めていたらしいんですよ。だから今から思ったら、私自分のことをミサさんがクソ真面目だったと思うんですけどって言って喋ってたんですけど、アルバイトに行く時にシルクが決まるまでの、そのオーディションとかその配役が決まるまでのこう準備期間であるじゃないですか。その数ヶ月もアルバイト行くたびに、すいませんと、店長さん、私には夢があります、シルク・ド・ソレイユに出たいんです、だからもし電話がかかってきたら翌日から私行っちゃいますけど、それでも私を雇ってくださいますかって言ってアルバイトの面接の時にさえ常にそうやってお話をして、雇ってもらっていましたと言っていました。すごくないと思って。私はなんかそのミサさんのお母様に、私はシルクにどうしても入りたいから、しばらくそのプータローでいることを許してくださいっていう、でアルバイトに行くたびに、まだ決まってないね、売れっ子じゃない時ですよ、アルバイトに行くたびに、もし私が電話かかってきたら翌日からシフトに入れないですけど、それを許していただけますかっていう準備をしておく。だからもう自分の物事にかかる全てをシルクのためにもう全力で注いでたんですよ。全力でそうでしょう。面接の時からですね、なっちゃんが、私の働いてたコンビニにもそういう方いました。うん、大事ですよ。だって結局さ、ちょっとの間働いてすぐ辞めちゃうかもしれない雰囲気醸し出してもしょうがないじゃないですか。こういう夢があるので
私はそれがあのもし電話がかかってきたら行っちゃいますけれども、それでも許してもらえますかと。素晴らしい。もうちょっと感動してました昨日それ聞いて。そうだからあのそう必ずやると決める、やると決めてそこの目標に向かっても一直線ですよ。もうちょっとつ盲信、それ以外のことはもう考えない。できなかったらどうしようとか、できない時はどうするのとかいうあのないんですよ、その選択肢は頭の中に。私は絶対になるって決めてるからなりますよね。うん、まさに一点集中ですねって。そうだったらそういう人応援するって思うよね。うん、私はすごい感動したし、もし私がシルク・ドゥ・ソレイユに入るなんてことをその学生の時に思って言い出してやっていたとしたら、でも結構その彼女のミサさんっていうんですけど同じことをしたと思います。あえてこう配慮を断つというか、その全部さ、例えばちゃんと会社も辞めるみたいな、こう後には戻らないみたいな、こう自分が他の道に逃げることを断っていくっていうことは私もするだろうなと思います。だってこっちがダメだったらこっちでいいじゃんっていう逃げ道を作っていたらこっちに逃げやすいじゃないですか。だからその決めるってこの人決めてたからなったんだなってすごく思いました。実際選手生活を辞めた半年後にラスベガスに幸運なことに私は行けたのはラッキーだったって本人も言ってるけど、いやーラッキーなだけではやっぱいけない。全てのこう生活の全てをこうシルク・ドゥ・ソレイユが受かった時にはそこに自分の全力を投球、もう全力で投球するということを決めている。そうそうでしょ。なんかいい話だなと思って感動してました退路を断つって今森ちゃんが書いてくれました。その通り、逃げちゃダメでもなんかこう決めてるからすごいこう強いっていうのはその話でもすごく分かったし、彼女自身が話していたんですけど、やっぱり選手生活をしている後輩とか友達がたまにそのラスベガスに住んでるミサさんに遊びに来た時に、ミサさんすごい素敵だって、私もなんかシルク・ドゥ・ソレイユ興味あるとか入ってみたいとか言うんだって。でやっぱそれは言うわけでしょ。選手ってずっとできるわけじゃないから、いつか選手を辞めて、まあ、普通の社会人に戻らないといけない日が来ますの でそうやって入りたいとかさ、シルク・ドゥ・ソレイユ素敵っていうのをその自分が昔いたそのスインクロナイドスイミングの子たちが言っている、その業界の子たちが言っているのを聞いた時にはって思ったんだって。みたいな私そんな軽い気持ちではここにはいてないみたいな、もっとコミット強かったけどみたいな、あそうか、私って人と違う相当の覚悟をしてたんだなっていうのを人のコメントを聞いてはってしたって。いいなとか言って、シルク・ドゥ・ソレイユいいねっていうのを、私も入ろうかななんていうのを言ってるこの言葉を聞いた時にはって、そんなもんじゃないみたいな、私の覚悟はそんなもんじゃなかったっていうのを人の言葉を聞いて気づきましたねっていうのをおっしゃっておりました。だからそれが当然だと思ってるんですよね、やってる人は。そう、それが当然だと思ってるから、その覚悟がすごいとか偉大なこととか重大決心とかそういうことではなくて、決めてるからただその通りにやっているだけ。すごいシンプルです。なっちゃんがコメントをくれてますね。自分の波動をシルク・ドゥ・ソレイユに合わせてからその現実がやってきたんですねと。そうだと思います。私そうだと思う。だからなんせ覚悟ですよ皆さん今瞑想会に出ている皆様、私は、全員が本当はちゃんと5時に入ってほしいと思っています。まあもちろんね、入れない時とか体が疲れてるとかいう時もあるだろうから、全然来なくても、来れない日があっても、それを許してあげるっていう気持ちも持ってないと自分が苦しくなっちゃうから許してあげてほしいんだけど、でもやっぱ決めてほしいの。やるということを決める。多分自分のことを変えたくてきっと瞑想会にジョインしてる人が多いと思うから、なんかその時間とお金無駄にしてほしくないじゃない。そうなんか覚悟です、覚悟ですよ。
覚悟は1秒ってジョンジュンが言ってます。その通りです私もちょっとダイエットするって言うてしまいましたから、4月29日がねもう久米島リトリート始まってしまいます。あと2ヶ月しかないと思って、ちょっとここの辺に汗をこうちょっとかいて自分でもやってるんだけど、あの例えば夜を炭水化物か食べないとかさ、お菓子食べないとかさ、お水を2リットル飲むとか、まあ、やってるけど、もうさ自分のエネルギーが、これもいつも言うんだけど、私車で言うとハイブリッドだから、ちょっとのガソリンでめっちゃ走れる人なの。ヨガやって長いからなんか痩せにくくなっちゃって痩せてない夜米食べてないのに痩せてないってちょっと最近になって、もうこれはもうちぐささんの場合はやるよってこう公表するしかないよっつって、ダイエット私やりますみたいな、ビキニチャレンジやりますみたいなのを公表しないとちぐさやらないからやれとあこちゃんにも言われてますけど、もうトレーナーつけてガチでやれって言われてます。でそうしないとやらないんですよ人は、っていうのをね、そろそろちょっと自己流で1ヶ月やってみたけど痩せてねえなっていう事実に気づいてました。あの現状維持です、ただのなんかね体重増えもしないけど減りもしないのずっとこの1ヶ月なぜか現状維持なんで、もうこれはねゴールドジムに入会しようと思います。有料のトレーナーつけてやるって思ってるから、ちょっと見ててちょっと見ててください、もうやるよやるよそうです、すぐやる成人にね皆さんなってくださいね。はい、そうでございます。病です、病です、決めるのは病です、行動も病、今そう思ったらそうやる、それだけです。はい、というわけでですね、今日はちょっと早めなんですけども、ちゃんと6時半からクラブハウスにね今日はちゃんと入りたいと思います。もうそろそろ終わろうと思いますが、はい、皆様いいですか、自分がやると決めたらその通りに未来はなります。これは絶対そう、絶対そうなの。だから絶対決めてください。これをやる、これをやるって必ず決める。で本当にやればいい、それだけ。やると決めてそっちに向かって思考と行動をもうそっちに持っていく、それでいいと思います。はい、というわけで今日ちょっと早いですけれども、少し早めにね移動していきたいと思います。あ、ちょっと顔がスリムになったじゃないかと言っていただいてありがとうございます。気持ちね、そうなんですよ、気持ちちょっとそうだと思うんですけど、あのウェイトはそんな変わっておりません。頑張ります、応援してください、頑張ります、ビキニチャレンジ頑張ります。では皆様また後ほどクラブハウス、聞ける方クラブハウスで待ってます。皆様また後で、それではね。